さあ今年もやってきました野球の祭典オールスターゲーム。これまで幾多のドラマを作り出してきましたが、果たして今年はどんなドラマが生まれるのでしょうか。オールスターいよいよ開幕です。ストレートに魂込めて、不動のエース川上憲伸、よみがえれ選ばれし打の天才谷佳知。1回の表、オールパシフィックトップの谷、打った打球はセンターへ、掴んでアウトになりました。まずは先頭バッターを打ち取りました。鋭い打球が売りのジョーカー・カブレラ。第1球アウトコース、おっと振ってしまいました。ワンストライクノーボール。1回の表、これは二遊間へのゴロ、そして送球は間一髪セーフ。カブレラヒットになりました。チャンスに強い最強キャッチャー高橋慎二。内角高め、初球は外してきました。ノーバン。さあ第2球、当たりは今一つ。さあゲッツーコース、これはアウト。1回の表、この回のオールパシフィックランナーを出しましたが無得点に終わっています。勝利の女神を味方につけた大黒柱斉藤和巳。1回の裏、オールセントラ、今日のトップバッター福留。インコース、これは見逃し、ストライクを1つ取っています。さあ第2球、いい当たり、1、2塁間抜けるか、先頭バッターが塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは2番井端、右のバッターボックスに入ります。当たりは今一つ、
二塁は463のダブルプレー、これも抑えてツーダウンになりました。うまく打たせましたね。これは狙い通りハマったんじゃないですか。その存在感が勝利を呼び込む不動の4番金本智明。さあこのイニング3人できっちり抑えたいところですが、野手の目線から言わせてもらうと、ここでランナー出すと言葉は悪いですけど、しらけちゃうんですよね。そういう意味でもぜひ大事にいってほしい場面です。さあ2球目アウトコース、この球には手を出しません。ワンストライクワンボール、まずは1点が欲しいところ。カウントワンエンドワン、平凡の当たり、二遊間へのゴロ。そして一塁は1回の裏、この回のオールセントラル、ランナーを出しましたが無得点に終わっています。バットの神に見入られし主砲松中信彦。オールパシフィック、この回の攻撃は4番からの好打順です。バッターボックスに入ります。松中、これは大きく外れています。第2球平凡の当たり、セカンドへのゴロ。一塁送球、この回先頭バッターは倒れています。疾風怒涛のフルスイング、小笠原道博。低め変化球、初球は外してきました。ノーストライクワンボール。2回の表、両チーム無得点。簡単にツーアウト、早くもツーアウトになりました。しなやかなボディで縦横無尽に活躍する若き獅子王中島裕之。外の変化球、これはバットが空を切ってしまった。カットボール、わずかに外れてボール。カウントワンエンドワン。2回の表、ワンストライクワンボール、0対0。外の変化球、大きく外れてボール。マウンド上川上、低め変化球、これは逃がした。ツーストライクツーボール、追い込んでいます。ツーアウト。平凡の当たり、レフト余裕を持って構えます。2回の表、この回のオールパシフィック3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。バッターボックスに入ります。ウッズ、うまく当てた。レフトはどうか。先頭バッターが塁に出ました。走攻守すべてが特 A ランク、野球の達人岩村明則。アウトコース、これは逃がした。ワンストライク。さあ第2球、当たりは今一つ。一塁へのゴロ、まず二塁、そしてアウトを一つ取りました。右方向へ強烈な一発を放て田村仁。当たりは今一つ、これはアウト、これも打ち取った。変化球はお手の物、考える強打者ラロッカ。
さあ第1球ファールボールです。2回の裏、まずはストライクが1つ、両チーム無得点。ランナー1塁、岩村ツーアウト。第2球内角外れています。ワンワン。1塁ランナー大きくリードを取ります。第3球低め、今度はバッター振ってしまった。バッターボックスは今日7番に入っているラロッカ。ストレート大きく外れてボール。カウント2エンド2。151キロ大台を超えてきた。2回の裏、この回のオールセントラル、ランナーを出しましたが無得点に終わっています。雑音は終わった。シュアなバッティングを取り戻せ磯部浩一。川上、3回のマウンドに向かっています。オールパシフィック。バッターボックスには磯部、7番からの打順です。初球は見てきました。ワンストライク。同点のまま試合は進んでいます。内角低め、これは大きく外れています。ワンワン。3回の表、ワンワン。外のストレート、これは逃がした。さあポンポンと追い込みました。ランナーはありません。打った、追いつけません。先頭バッターが塁に出ました。虎視眈々とクリーンナップを狙う木本邦幸。打った、この辺りはレートファールか。ツーベースヒット。豪打一戦、スタンドを狙えベニー。さあ先制のランナーを迎え入れることができるでしょうか。そうですね、内野さえ越えれば OK なんで、バッターに構えてほしいですね。ワンダウンです。さあランナーを置いて迎えるのは1番谷。アウトコースへのまっすぐ外れています。まずはボールが1つ。第2球低めストレート、これは逃がした。ワンストライク、ワンボール。さあ3球目、当たりは今一つ、内野へのフライになりました。これはアウト。さあ2アウトになりました。さあ2アウト、得点圏にランナーがいます。バッターはカブレラ。最初の打席内野安打で出塁しています。一塁へ送ってアウト。3回の表、この回のオールパシフィック、2者残塁で無得点です。惜しいところまで来てるんですけどね、あと1本なんですね。3回の裏、オールセントラルの攻撃は高橋、8番からの打順です。外角、これは大きく外れています。まずはボールが1つ。第2球投げた、ピッチャー返し。先頭バッターが塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは9番阿部。真ん中高め、これはうまくタイミングを外しました。先制のランナーが塁に出ています。当然ものにしたいチャンスですよね。狙い球を絞って確実に行きたいですね。ピッチャー有利なカウント、両チーム無得点。
ピッチャーは先発の斉藤。レフトへ。レフト取れない。シングルヒット。打席には1番福留、最初の打席ヒットを放っています。わずかに外れてボール。同点のまま試合は進んでいます。インコース見逃してストライク。0対0。打った。センターはどうか。あっ、こぼした。先制のランナーホームへ。悠々ホームイン。先制。これで3者連続ヒット。変化球を見せてからこれは真ん中に入ってきました。配球を読んだバッティングがしっかりできてますね。ナイスバッティングでした。さあ、ノーアウト。得点圏にランナーがいます。打席には井端。この球には手を出しません。外に流れるボール、これも見逃しました。3球目ストレート。1球間を置きます。2ストライク1ボール2ワン。集中力を高めます。今日2番に入っている井端、この球も見ました。2-2。ノーアウト。この打席は三振。バッターは3番金本。さあ、第1球外れています。まずはボールが1つ。さあ、2球目。これは一塁側のスタンドに入ります。今のボールは大塚さん、多分フォークだと思うんですけどね。1点差。これも三振です。2アウト。ランナー1塁3塁。バッターは4番ウッズ。変化球高め。これはバットが空を切ってしまった。第2球。これはバックネット方向へのファールになりました。3球目。3回を終了して福留タイムリーヒットで先制に成功しました。まずは先制パンチといったところですね。流れは掴んだと思うんで、ミスだけちょっと気をつけてプレーしてほしいですね。ここでリリーフ投入です。伏せ球を駆使する現実師ロマノ。打った。1・2塁間へのゴロ。1塁送球。この回先頭バッターは倒れています。ワンアウト。ランナーはありません。集中力を高めます。4番松中、最初の打席内野ゴロに倒れています。これは大きく外れています。まずはボールが1つ。内角見逃してストライク。ワンストライクワンボール。第3球。真ん中高め。これは大きく外れています。カウントワンツー。
オールパシフィック、ここまで3安打。アウトコース、これも外れてボール。これはまずいことになってきました。バッターボックスは松中。塁に出してしまいました。さあ、ランナーを置いて迎えるのは5番小笠原。左バッターボックスに入ります。見逃してストライク、ワンナッシング。さあ、同点のランナーが出ました。外のストレート、これはうまくタイミングを外しました。さあ、2球でバッターを追い込んだ。3球目、高めストレート、これは大きく外れています。4回の表、1点差、カウント2エンド1。低め、これは大きく外れています。バッターボックスには小笠原。これはレフトへ、これは切れています。ピッチャーはロマン。うまく当てた、打球はファーストへ。これでダブルプレー完成。4回の表を終了して、ロマの相手の攻撃を3人で終わらせています。テンポよく投げてますよね。これだけテンポがいいと攻撃にもいい影響が期待できるんじゃないですか。ここでリリーフ投入です。スライダーとシンカーのコンビネーションで打ち取る、ショーツエイジ。1球目、外に流れるボール、初球は外してきました。1点差、ノーストライク、ワンボール。当たりは今一つ。一塁送球、先頭バッター塁に出ることができません。さあ、ワンアウト、ランナーなし。集中力を高めます、田村。打球はレフトへ、左に切れてファールボール。第2球、高く上がった打球、打球はレフトへ、伸びる伸びる、簡単にツーアウト。これも抑えてツーダウンになりました。バッターは7番ガロッカ。アウトコース、これは見逃し、ストライクを1つ取っています。まっすぐ、これは見ました。さあ、どんどんストライクを取りに来ます。第3球、二遊間へのゴロ、さあ、ランナーを置いて迎えるのは8番高橋。外寄りの落ちる球、大きく外れてボール。さあ、2球目、当たりは今一つ、センターへ、これはアウト。4回の裏、この回のオールセントラル、ランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。先頭バッター、中島、6番からの打順です。初球ヒッティング、思い切ってセカンドを狙う、セーフ、シングルヒット。
さあランナーを置いて迎えるのは7番磯部。さあランナースタート、キャッチャー二塁へ。キャッチャーの高との勝負になりましたが、ここはランナーに軍配、盗塁成功です。中島、先頭バッターを出してしまいました。ロマン低め、これは空振り、ツーストライクノーボール、ツーストライクノーボール。3球目カットボール、これは外れてボール。バットを構えます。今日7番に入っている磯部、高め、この球も見ました。ツーストライクツーボール、得点圏にランナーがいます。足に定評のある中島、アウトコース、これは大きく外れています。フルカウント、さあバッテリーどう攻めるか。平凡な当たり、打球はセカンドへ、セカンドランナー三塁へ、ここでワンアウト。さあ同点のチャンス、ここでバッター木本、真ん中低め、見逃してストライク。第2球、いいコースに決まりました。いいコースですね、打っても厳しいんじゃないですか。勝負球、打球が二遊間へ、あーっと止めた、ランナーホームに突っ込む、同点に追いついた。うまく打ち返しましたね。体を揺らがずに内角をきちんとさばいていきましたよ。いい形で打てたんじゃないですか。バットを構えます。9番ベニー、低め、初球は外してきました。ノーワン。さあ第2球アウトコース、これは空振り、ワンワン。5回の表、一つ牽制を入れます。バッターはベニー、真ん中低めいっぱい、これは逃がした。ワンアウト、ランナー一塁、木本うまく捉えた、打球はファーストへ、シングルヒット。勝ち越しの絶好のチャンスになりました。バッターは谷、内角、この球には手を出しません。勝ち越しのランナーが塁に出ています。外角低め、大きく外れてボール、カウントワンエンドワン。5回の表、ワンストライクワンボール、点差はありません。これはさあゲッツーコース、まず二塁、そしてダブルプレーに取りましたね。今のが一つのゲームのポイントになるかもしれませんよ。5回の表を終了して木本、この人の一打で同点に追いついています。ここぞっていう時にしっかり並んでくるのはもうすごいとしか言いようがないですよね。いいところで力を出したんじゃないでしょうか。ショーツ5回のマウンドに向かっています。ボールセントラル、バッターボックスには阿部、ラストバッターからの打順です。わずかに外れてボール。さあ第2球、真ん中低め、これも外れてボール、ボールが先行しています。アウトコース、大きく外れてボール。ショーツ、これはまずいことになってきました。4球目、低めストレート、見逃してストライク、カウントワンエンドスリー、現在同点です。ストレート、これは見逃し、勝負のカウント、ランナーなし。当たりは今一つ、打球はセカンドへ、一塁へ、先頭バッター塁に出ることができません。
ワンアウトランナーはありません。バッターはトップに帰って福留、外れています。まずはボールが一つ。アウトコース寄りの落ちる球、この球には手を出しません。現在同点です。ワンストライクワンボール、見逃してストライク、ツーワン。ワンアウトランナーはありません。低め外れています。ツーツー。集中力を高めます。福留、うまいバッティング。打球はファーストへ、打球はファーストを抜けた。思い切ってセカンドを狙う。微妙なタイミング、タッチアウト。これでツーアウト。さあ、ツーアウト、ランナーはありません。バッターは井端、今日はヒットがありません。外れています。低め、これは見ました。ワンストライク、ワンボール。現在同点です。打った。2者連続ヒットになりました。さあ、ランナーを置いて迎えるのは3番種本。2005年はホームラン打率とも自己最高を記録した金本、チーム優勝の原動力となったことには疑問の余地もありません。点差はありません。さあ、第2球、ランナーが走る、キャッチャー二塁へ。キャッチャーの肩との勝負になりましたが、ここはランナーに軍配、盗塁成功です。井端、ツーアウト、ランナー二塁、井端。ショーツ、苦しい状況でのマウンドです。見逃しました。5回の裏、この回のオールセントラル、チャンスをつかみましたが、結局無得点に終わっています。ロマの6回のマウンドに向かっています。オールパシフィック、先頭バッターカブレラ、高めストレート、これは見逃し。打球はセカンドへ。カブレラ、これで3打数の2安打。さあ、ランナーを置いて迎えるのは3番高橋、右のバッターボックスに入ります。高く上がって、これはアウト、ワンダウンです。さあ、バッターボックスは松中、先ほどの打席フォアボールで出塁しています。打った、左に切れてファウルボール。この膠着状態から先に1個抜け出すのはどちらのチームなのか。このためには手を出しません。ピッチャー有利なカウント。第3球、痛烈な当たり、ショートへのゴロ、ダブルプレー、松中。ここは最悪の結果に終わっています。6回の表、この回のオールパシフィック、ランナーを出しましたが無得点に終わっています。オールセントラル、この回の攻撃は4番からの好打順です。バッターボックスに入ります。ウッズ、これは大きく外れています。さあ、2球目、これは会心の一撃、
レフトに送ったホームラン、打つレフトスタンドへのホームラン、際どいコースだったと思いましたが、それを見事に打ち返しました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。オールセントラル、ここで1点のリードを奪いました。さあノーアウトランナーなし、集中力を高めます岩村、今日はヒットがありません。ボール球を振ってきた、内角低め、これは大きく外れています。ワンワン、1点差、バッターボックス後方へのファール。4球目打った、ライトへ、ライト掴んでアウト、アウトを一つ取りました。さあワンアウトランナーはありません。バッターは田村、今日はヒットがありません。初球を叩いた、ショートへのゴロ、さあランナーを置いて迎えるのは7番ラロッカ、右のバッターボックスに入ります。この球には手を出しません。ワンストライク、第2球まっすぐ、これも見逃しました。さあこの1球引っ張ってきた、レフト線に落ちました。長打になるか、ラロッカこれで3打数の2安打。さあこの人のバットに期待がかかります。注目のバッターボックス高橋、高く上がってランナーの足次第でしょうか。さあ2アウトになりました。オールセントラル、全ランナーは得点圏に、低め落ちる球、これは見逃し。第2球低め落ちる球外れています。オールセントラル、すでに2桁安打を記録しています。バットがよく振れてますよね。それがちゃんと結果にもつながってますよ。これは際どいコース、バッターよく選んでいます。2ストライク2ボール、オールセントラル、ここをつなげばトップに帰ります。これも外れてボール、2-3ショーツ、ここは踏ん張りどころ、打ち取りました。6回を終了してウッズ値千金の一打を放っています。確かに一歩でも先んじた方がいい場面ですよね。取れるうちに取っておくっていうのは間違いないと思います。ここで降板となりましたロマノ。ここまででしょうね。本人もゲームに貢献できた実感はあるんじゃないでしょうかね。伸びるストレートで真っ向勝負だ、川村武雄。ストレート、ピッチャーまずはストライクを一つ取りました。内角へのストレート、これも見逃し、バットを振ってきません。
1点差、ツーナッシング。アウトコース低め外れています。ツーワン。集中力を高めます小笠原。大きく切れていきます。ノーアウトランナーはありません。インコース低め大きく外れてボール。フォーク、これも外れてボール。さあバッテリーどう攻めるか。嫌な形で出塁を許してしまいました。さあランナーを置いて迎えるのは6番中島。高めストレート、この球には手を出しません。さあ第2球、これは大きく外れています。カウント1エンド1。7回の表1点差。これはさあゲッツーコース、これでダブルプレー完成。ランナーなしに変わっています。こういうボールが得意なバッターはなかなかいないですからね。ナイスピッチングです。さあバッターボックスは磯部。先ほどの打席内野ゴロに倒れています。低めストレート、これは外れてボール。第2球、右に切れてファールボール。さあ第3球、打ったファールボールが続きます。7回の表、バッター納得いかない表情でベンチへ下がります。7回の表を終了して2対1オールセントラル。1番から始まる高打順でラッキーセブンを迎えます。ここからさらに突き放しにかかるんでしょうか。注目です。ここでピッチャーを変えてきます。オールパシフィック、最速156キロの剛腕がうなる加藤大輔。第1球低め外れています。ノーストライクワンボール。1点差、打ったセンターへ、センター掴んでアウト。ここでワンアウト。ワンアウトランナーなし。バッターは2番井端。先ほどの打席ヒットを放っています。低めストレート、これには対応できません。まずはストライクが1つ。低めストレート、これは外れてボール。外のストレート外れています。カウントワンツー、1点差。インコース低め、これは大きく外れています。ここは歩かせるつもりでしょうか。集中力を高めます井端。内角、この球には手を出しません。フルカウント、ワンアウトランナーなし。ファールボールです。出してしまいました。
さあランナーを置いて迎えるのは3番種本。低めいっぱい、これは見逃し。さあ2球目、引っ張った。さあこの当たりはフェアとファウルか。ツーベースヒット。さあこの人のバットに期待がかかります。注目のバッターボックス、ルッツ。見逃してストライク。まっすぐ、これは外れてボール。ワンワン、1点差、ワンストライク、ワンボール。アウトコースへのまっすぐ、これは見逃し。加藤、苦しい状況でのマウンドです。バッター悔しそうにベンチへ戻ります。まだチャンスは続いています。ランナーを返すことができるか。バッター岩村、初球は外してきました。ノーバン、低め、空振りストライク。外寄りの落ちる球、外れています。7回の裏、1点差、カウント1、2。打球はセカンド、一塁送球。7回の裏、この回のオールセントラル、2者残塁で無得点です。惜しいところまで来てるんですけどね、あと1本なんですね。ここでリリーフ投入です。ストレートでぐいぐい攻める力のクローザー、ベイル。高めギリギリいっぱい、いいですね。今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。ストライクを一つ取っています。1点差。真ん中低め、これは空振り、ツーナッシング。マウンド上はベイル。際どいところ、これは外れてボール。この後のバッターはベニー、タニと続いていきます。これは打球はショートへ、これはアウト。この回先頭バッターは倒れています。さあワンアウト、ランナーなし、バットを構えます。ベニー、先ほどの打席ヒットを放っています。当たりは今一つ、簡単にツーアウト。早くもツーアウトになりました。さあ打席にはタニ、今日はヒットがありません。内角への変化球、見逃してストライク。ワンナッシング。2球目、投げた、高く上がってライト、グラブを構えます。掴んで3アウト。8回の表、この回のオールパシフィック、3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。オールセントラル、この回の攻撃は6番からの打順です。バッターボックスに入ります。田村、うまく当てた、センターへ、フェンスダイレクト、さらにセカンドへ、
ノーアウトからランナーが出ました。ここで一発もあるこの人が打席に入ります。バッターボックスラロッカ、この球には手を出しません。第2球高めストレート外れています。8回の裏ワンワン1点差、続けていい当たり、三塁を回ってホームへ、セカンドランナーホームイン、オールセントラル、さらに差を広げました。高いポイントから積極的に来ましたね。自信を持って打ちに行ったんじゃないですか。いい打球でしたよ。さあランナーを置いて迎えるのは8番高橋、左バッターボックスに入ります。これは見逃し、ワンナッシング。第2球低めわずかに外れてボール、ワンストライクワンボール。さあ第3球平凡な当たり、これは内野フライ、これはアウト、ここでワンアウト。さあバッターは阿部、先ほどの打席三振に倒れています。うまく当てた、打球はセカンド、打球はセカンドを抜けた。阿部これで4打数の2安打。さあこの人のバットに期待がかかります。注目のバッターボックス福留、平凡の当たり、まず2塁、そしてオールパスティック、これで今日2つ目のダブルプレー、バックがピッチャーを盛り立てます。8回を終了してオールセントラル、なんとか2点のリードとしています。しぶといというか本当卒がないですよね。この場面で追加点が取れるというのは勢いにかなりの差がありそうですよ。ここでピッチャーを変えてきます。オールセントラル、初球投げた、内角へのストレート見逃してストライク、ストライクを一つ取っています。オールセントラル流れが来ているようです。低め変化球外れています。ワンワン、バッターボックスにはカブレラ、打球はショートへ、よく取った、これはアウト。さああと2人、ワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは3番高橋、おっと振ってしまいました。ストライクを1つ取っています。低めいっぱい、これは見逃し、ピッチャー有利なカウント。平凡の当たり、一二塁間へのゴロ、一塁へ、ツーアウトになりました。あと一人、ツーアウト、ランナーなし。バッターは4番松中、今日はヒットがありません。初球から来た、逃げ切りました。オールパシフィックに勝利しています。今日のポイントを挙げるとするとどんなところでしょうか。とにかく締まった試合になったんで、ミスできない流れになりましたよね。
その中で勝ちに対するちょっとした意識の差が出たんじゃないかと思います。そうですね、プロらしいゲームだったんじゃないかと思います。少ない点差を勝ちにつなげたのはお見事でしたね。グラウンドではヒーローインタビューが行われています。今日の試合をハイライトで振り返ってまいります。3回の裏、先に仕掛けたのはオールセントラル。ランナー2人を置いて迎えるバッター福留、このヒットで先制します。このまま黙って見てはいられないオールパシフィック。5回の表、ランナー1人を置いてバッター木本、見事なタイムリーで同点に追いつきます。しかしこちらも負けてはいません。6回の裏、オールセントラル、バッターフッキ、見事な勝ち越しホームラン。8回の裏、これ以上点を取られるわけにはいかないオールパシフィック。ワンアウト、ランナー1、2塁、加藤、ここは打たせてダブルプレーに仕留めます。しかし迎えた9回の表、バッターは松中、対する今日5番手の岩瀬。最後はきっちり打ち取ってゲームセット。オールセントラル見事勝利を手にしています。今日の放送、実況は節丸雄一でお伝えしてまいりました。それではまたお会いしましょう。Thank you.